お待たせいたしました。まもなく開始でございます。皆さんこんにちは、オリックスを語るチャンネルです。シーズンまで残りわずか、オリックスは現在2連覇に向けて激しい競争が行われています。1週間前になるとスタメンを予想する人もいるのではないでしょうか。18日からの阪神とのオープン戦では、なんとなく中嶋監督の思い描く選手起用が見えてきました。そこで今回はオリックスを語るチャンネルが考える開幕スタメンをご紹介します。1番レフト福田周平、キャンプそしてオープン戦とルーキーの渡辺選手の大アピールもあり、スタメンから外す方も一部おられましたが、これまでと特に昨年の実績、全体的にアベレージが高く計算が非常にしやすいことから、リーディングヒッターはこの人しかいないかと考えます。やはり出塁率3割5分は無視ができません。広陵高校、明治大学、NTT 東日本など名門を渡り歩いて築き上げた高い野球脳、そして入団時からセカンド、サード、センター、今年からはおそらくレフトと毎年ポジションが変わるも、素晴らしい野球センスで難なくこなしてくれています。新生番号1を背負って大暴れしてもらいたいものです。2番サード宗佑磨、今年は怪我もあり開幕に間に合うか心配もされましたが、オープン戦途中から実戦に復帰、サードの守備はさすがのものです。横浜隼人高校から鳴り物入りで2014年にドラフト2位で入団、以降ショートやセンターと定位置を模索しており、守備要員として計算されそうになっていた昨年、シーズン途中から2番に定着。コーチの助言よりも自分の信念を大事にする姿勢が実を結びました。今年のこれまでを見ていても、当初から期待されていたリード・オフマンよりもホームランを20本狙えるような中距離打者としての期待がかかっているように見えます。メジャー級の守備と積極的にどんどん打っていくスタイルで、昨年以上のホームランを期待できるかもしれません。3番 DH 吉田正尚、昨年2度の故障、シーズン終盤と日本シリーズは若干無理をしての出場、オフには手術をしており、これまでの調整は決して順調とは言えません。しかしもともと不調期間は少ない選手で、こちらが心配するというよりただ待つのみという感じです。いかなる状況でも彼を外す選択肢はなく、中嶋監督の脳内では4番正尚という選択肢もあるようなのですが、これまでの実績や一番しっくりくるのが3番であることも考慮し、3番にしました。昨年は優勝しタイトルも獲得、成績も例年通り素晴らしいものでしたが、フル出場は途切れ、日本シリーズは実力結果ともに不本意に終わってしまいました。今年こそ悲願の日本一を実現させ、1年間怪我なくシーズンを終えてほしいと思います。4番ライト杉本裕太郎、昨年開花した大器晩成型の主砲、昨年のドラフトでは複数球団が社会人野手を指名、間違いなく他球団に影響を与えるほどの存在になりました。チームの長年かつ重要課題でもあった正尚の次を打つバッターをこれ以上ない存在感で務めてくれました。昨年は3割30本を記録しましたが、今年はそこまでいけなくても2割後半20本ぐらいは4番には求めていきたいところです。昨年は優勝争いをするロッテに対し大活躍を見せましたが、今年もそのロッテキラーは健在なのか。正尚との青学コンビは常に一心同体、お互いがお互いの穴を埋めるというよりは相乗効果でうまく機能するタイプでもあります。彼なくして連覇はありえません。クッション処理に若干の難ありも、鬼のような方はやはり魅力。ファーストへのコンバートも積極的に取り組んでいるようには見れなかったため、ライトと予想します。5番ショート紅林幸太郎、昨年台頭した高卒3年目の20歳、2019年ドラフト2位で静岡県駿河総合高校から入団、まさかここまでの選手になるとは誰もが予想していなかったはずです。巷によると直前で日本ハムが2位で狙っていたと言われており、最下位であったことを初めて喜びました。初回入札で中日石川昂弥選手を外し、そのカバーで指名、
そのため当初はサードでの起用でしたが、送球の安定感と強肩でショートを定位置に射止めます。前年に指名された太田選手や木保選手は徐々にショートを諦めていく中、彼だけはそのこだわりを捨てませんでした。昨年は球団として10代初の2桁ホームランを放つなど、清原氏や村上選手の仲間入りをし、折のショートは5年から10年は安泰だと言われています。2021年ドラフトでは野口選手を2位で指名、紅林選手の競争相手として彼もここまでアピールを続けています。入団当初の目標でもあった4年以内にレギュラーを取るを昨年は達成しました。今年はそのショートの座を聖域にするべく期待がかかります。6番ファーストラベロ、昨年途中加入した 3A を無双した中距離ヒッターです。コロナの影響やチーム状況から昨年は十分な調整期間がないまま1軍に。 CS で結果は出たものの、日本シリーズでは外角攻めに相苦戦。今年もコロナの影響を受け来日が遅れました。そのためファーストの第一候補は T さんでしたが、怪我で離脱。現状一番課題に感じているのがファーストであると思っているのですが、ラベロにハマってもらわないとなかなか厳しいものになると考えます。昨年では大事な局面で外野守備での気の緩みを指摘されたものの、もともとの根はものすごく真面目で、入団時にはオリックスで10年は野球をやりたいと言っています。ファーストでの守備も牽制への対応を絶対におろそかにしておらず、ぜひ報われてほしいです。出塁時のパフォーマンスは昨年ですでにチーム内で流行、今年もあのパフォーマンスをたくさん見たいものです。7番セカンド足立良一、 T さんと同い年でチームを牽引するベテラン。中日から移籍した松井正人選手とは大学時代のチームメイトで、共に主将副主将でした。昨年は聖域であったショートからルーキー時代ぶりにセカンドに転向。2011年東芝から社会人ナンバーワン野手としてドラフト1位で入団するも、当初は今のような守備職人ではありませんでした。セカンドの平野啓一選手からイロハを教わるなどしてショートの名手に。ここまでは太田選手や野口選手のアピールもありましたが、そう簡単には譲らんぞと言わんばかりの調整ぶり。特にやはりあの守備は外せません。総一郎など立ち上がりが不安定な投手にとってはたまらなく頼りになる存在のはずです。昨年はホームランはゼロでしたが、東芝時代から現巨人の中島選手のフォームを取り入れるなど、プロのフォームを参考にしており、今はおそらく楽天の浅村選手です。今年は2年ぶりにホームランが見れるのか、守備や走塁だけでなくホームランにも期待をしていきます。8番キャッチャー若月健也、開幕投手が山本由伸ということもあり、昨年の最優秀バッテリー賞で予想、仮に伏見選手でも8番と予想します。どうしても打撃を心配されますが、高校時代は4番で飛距離は非凡なものでした。巷によると今でも1番飛ばす T さんの次に打球を飛ばすと言われています。フォームも試行錯誤しながら昨年から徐々に向上の兆しが、おそらく今年も伏見選手と併用すると思われますが、リードも伏見選手とはタイプが違います。安定の守備力、特にブロッキングと送球は素晴らしいものです。打撃の伏見、守備の若月、どちらが開幕戦でもありえますが、私は若月選手と予想します。9番センター後藤俊太、12年越しに上州の一郎となるか。守備範囲も走塁選手も素晴らしく、肩に至っては9回1、ルーキーイヤーから打撃のみを課題とされ、ここまでレギュラーをつかむことはできませんでした。ここ最近は佐野選手の台頭や控え組にも小田選手がスペシャリストとして健在、ファームにも北選手、源選手、池田選手と有望株が勢ぞろいで、いよいよかと言われていました。そこに来てのオープン戦での大アピール、バットも短く持ち構えも一新、個人的に誰かを参考してそうなのですが大ハマりしています。渡辺選手も素晴らしく、スタメンでかなり見てみたいのですが、これまで何度も期待をされてきた後藤選手、昨年はレギュラーを諦め FA 権取得も残留、2014年の悔しい経験も味わっており、今使わないと逆にどんな時に使うのか分かりませんでした。ここに来てようやくドラ1のプロ野球生命をかけた大勝負が始まるかもしれません。
やっぱ俊太みたいわ。ラオウ心配、今年こそ勝つ。俊太入ってるのが嬉しい。足立の守備が素晴らしい。ラオウが心配、言うほどラオウ不調かな。ラベロにかける。後藤は合格点。俊太か渡辺か。2番ラベロ面白い。胸5番ありかも。後藤正念場やぞ。渡辺見たすぎる。非常に悩ましい。ファースト誰守るん。福宗正杉崩すんか。 T さん、最後に皆さんはどう思いますか？結局今年も福宗正杉は変えられないと考えます。チャンスとピンチは常に背中合わせです。開幕スタメンのチャンスをつかむことができれば一躍チームの顔になります。しかし一方で結果が出なければたちまち状況が厳しくなってしまいます。今年はどんなスタメンなのか、そしてどんな試合を開幕でするのか、今年こそ開幕戦を勝つ瞬間をこの目で見てみたいものです。今回の動画はここまで。最後までご視聴くださりありがとうございました。チャンネル登録お待ちしております。